これでいけそうか、ちょっと予約できるかやってみましょう。ネット予約でできるのかな、ちょっと調べてみましょう。そこに何か情報入るかな、ちょっと行ってみよう。ここか、ここですね。ちょっとこれちょっと書いてあるし、ちょっと確認してみましょう。よし、買えました、よかった、帰れるわ。11時15分あたり、しかもなんか特割が効くらしくて、この便なんと3500円で、しかも途中ノンストップで行くらしくて、12時間、3時間ぐらいで着くのかな、ってことなんで、めちゃくちゃ早いし、めっちゃいいやん、よかったー。でしかも3500円でしたらね、あの特急料金だけでも全然こっちやったら多分特急料金で全部合わせて大阪まで使おうと思ったら、なんか見とったら9800円とかなっとったんで、いや全然あり。しかも難波まで行けるんで、これ難波行けるんだったらワンチャン JR 難波から乗って、あなたのターミナル潰すってこともできますから、ね、14時3時前に着くんやったら、ちょっとあなたにぐるっと見てそっちの方で使い尽くして、最後9時ぐらいまで粘って火の鳥で帰るとかっていう手も打てますし、よし、しかもね、クレジットカードが使えたの、おっきい、すっげー助かった。これも大阪に行くやつなんで、こっちの方が早かったのかもしれませんけど、でもなんかね、到着時間こっちの方がもしかしたら早いのかもしれない。本当にこれはそのまま難波まで行っちゃうらしいんで、よし、これはそうですね、11時15分発なんで、これの後ですね。で、15分やから、30分時間があるんで、ちょっと駅前で飯、なんか食うか。どっかパッと食えそうなところ探して、ちょっと飯食おう。地下道からどっか飯屋さんないかな。駅は特に駅舎にはなかったですもんね。力いけねえか。ラーメン屋さんがある、パッとラーメン食えやんかな。で、42分やろ。あ、もう営業してんじゃん。よし、
分からんけど、とりあえず、あ、そう、鳥取ってたら牛骨ラーメンだもんな。あ、ちょうどいいや。よし、食ってこう。よし。よし。残念、閉まってますね。うん。やっぱ11時オープンなのかな。うん。で、こっちの方もパッと食えるところないか。道中移動時間も長いんで。空港行きのやつね。フードコート中入ってとかしとると、ここも準備中ですもんね。そうやね、まあ、ちょっと早いもんな。いや、こっちの方も綺麗な建物いっぱいありますね。さっきの駅前のセブンでとりあえずか、簡単な飯買っていこう。うん、ちょっと飲食店入るにはちょっと早すぎたっすね。うん、あ、ちなみにターミナル待ち合わせ待ち愛情もあったんで、あ、ちょうど青になった。よし、本当に軽くだけの駅前になっちゃったけど、いや、まあ、千に腹をかえられんです。あ、駐輪場入り口か、間違えた。あ、でも繋がってるはずですからね、さっきのところに。うん、あ、地下道だし、やっぱ入りましょう。あ、そうか、これ自転車用のね、エスカレーターというか、え、広い、こんな風になってたんだね。あ、これさっきここに出てくるのか。これどこだっけ、こっちか。よし、これ買ってこ。さあ、せっかくなんで駅弁とね、あとなんか団子を名物らしいんで、その団子も買っときましたよと。
いうのですね。あとこれ関係ないですけど、あのサンライズのあのバスセット、あれもここで売ってるんですね。そっか、夕中は泊まるからか。うん、まあ、一応出雲も寄りましたしね。うん、サンライズね、出しときゃ、せっかくなんで、買っときました。あ、これカバンに入れといたらいざという時にね、また出先でね使えるかもしれませんからね。よし、まあ、ある意味こっち来たらっていうやつですもんね。夜中でも売ってるんですね。まあ、ちょっと、鉄道旅感も出たし、で3500円、だいぶ浮いたもんな。正直途中で特急使わなあかんかなと思っとったんで、5、6000円確保しとったけど、それも浮いたし、しかもあの au pay 使えたんで、とりあえず手持ちの、残高は減らずに済んだんでね。今回あの現金縛りがありますよね。一応クリアしてるんだよね、計算わからなくなってるけどもうすっかり忘れとったね。そういえばその縛りのこと、あれがウィラーか、でウィラーが4300円ぐらいいけるらしいんですけど、もういっぱいやったっすもんね。でちょっとバス来るまでの間あと20分ぐらいで来るみたいなんで、中で待たせてもらおうかな。それかそっちの奥ってなんかあるかな。こっちの子完全業務用のやつになってますもんね。中高での社員通路、社員通路ってなってますもんね。よし、じゃとりあえず中で充電しながら待ってましょう。ちなみに高速バスってコンセントあるのかな。もうあったら神ですけどね。